レイナの部屋。今日こそ早く帰ろうと思ったのに、またミスしていつも通りの終電だよ。寒っ。せっかくの金曜日だっていうのに飲みに行く元気もないよ。俺の名前は小一、真面目な会社員なのだが、その生活はまさに社畜。そんな生活がずっと続いていて、もう肉体的にも精神的にも限界が来ていた。公園か。そういえば昔は実家の近くの公園でよく遊んだな。みんな元気かな。俺は昔から陰キャだったから、同学年で友達と呼べる人は少なかった。そのせいもあり、いつも俺は近所に住んでいた親戚の姉妹と遊んでいた。ねえ、ここどうやってクリアするの？全然できないよ。こいつやってよ。なんか難しいとこばっかり俺にやらせてない？いいからいいから、早く早く。ねえ、こいつって好きな人いるの？あ、いないけど。やった、それじゃあイブと結婚しよう。ずるい、ラブもこいつと結婚したい。え、いや、あのね、そういうのは好きな人とするものだから。あの後、大人になったら結婚すると約束させられたこともすっかり忘れてしまっていた。あの後どうしたんだっけ。なんか懐かしいこと思い出しちゃったな。それだけ疲れてたってことか。やばい、雨だ。俺はコンビニ弁当を片手に急ぎ足で家まで向かった。すると家の自転車置き場で雨宿りしている女の子たちを見かけた。こんな真夜中に女の子だけでどうしたんだろう。あんな小さい子までいるのに何かあったのかな。あの、私たちを拾ってくれませんか？私たち行くところもなくて困ってるんです。お姉ちゃん寒いよ。え、そう言われても。あ、そうだ、警察に連絡して保護してもらった方がいいんじゃないかな。警察はダメ。何か訳があるのかな。でもこんな中放っておくなんてことできないし、とりあえず一旦家で保護してあげるしかないか。翌朝、俺は家のソファーで目が覚めた。あ、昨日確か変な夢でも見てたのかな。あ、これは相当疲れてるな。二度寝でもするか。ちょっと何寝ようとしてるのよ。朝ごはんできてますよ。夢じゃない。うわー、美味しそう。これ作ってくれたの？うん、昨日の俺にね。こんなちゃんとした朝ごはん食べるのは久しぶりだよ。うん、美味しい。これすごく美味しいよ。よかった、頑張った甲斐があったね、ノア。うん、本当に行くの？これ以上迷惑かけるわけにはいかないから。え、でも行くあてはないんだろ。これからどうするつもりなんだ？あ、うん、もしよかったらだけど、今日もうちに泊まる？え、いいの？やったー、ありがとう小一。行くあてのない女の子たちを放置できるわけもなく、こうして俺と三姉妹との同棲生活が始まった。ここが洗面所とお風呂場、トイレはこっちね。悪いけど鍵はついてないから、入る前は必ずノックしよう。年頃の女の子が俺の家に。落ち着け、無駄に広い家だから大丈夫だと思うけど、変な気だけは起こさないようにしないと。とりあえず着替えがないと困るだろうから、俺のシャツを貸すけど、やっぱりこうなるよね。これはこれで可愛いと思うけど。うん、ダボってて可愛い。可愛い。うん、確かに可愛いんだけどね。俺やっていけるかな。掃除までしてくれてありがとう。朝ごはんも美味しかったし、イブは何でもできるんだね。うん、止めてもらってるんだからこれくらい当然だよ。それに私は家事くらいしかできないから。俺は苦手だからさ、イブのおかげですごく助かってるよ。それならよかった。ノア、もっとお手伝いしろ。じゃあ一緒に絨毯のコロコロしよっか。はい、コロコロ。二人ともありがとね。イブは明るく家事を率先してやってくれて、ラブはノアの面倒をよく見てくれている。三人はいつも仲が良く、見ているこっちまで微笑ましくなってしまうほどだった。そんな生活にも慣れてきた頃、ゲーム好きらしい三姉妹は俺のゲームコレクションにテンションが上がっていた。よし、勝った。あー、またこいつに負けた。ムカつく、もう一回。私も負けちゃった。ラボお姉ちゃん頑張れ。うわー、ゲームのおかげもあってか、俺たちの距離は一気に縮まったように思えた。三姉妹もこの家に来たばかりの頃よりは明るくなったように思える。いくら姉妹仲良しと言ってもやっぱり寂しかったのだろう。俺だって
今まで休日は一人でゲームをしてたのに、今じゃこんなに楽しい毎日を過ごしているなんて夢みたいだ。お背中流しに来ましたよ。え、ちょ、何してんの？私もイブみたいに高一に恩返ししたくて、だから体洗ってあげるね。いやダメだって。大丈夫、ほら早くこっち来て座って。わかったから。うわっ、水かけないで、引っ張らないで。はい、それじゃあ隅々まで洗いますね。いや、ほんとこれはまずいって。頼むから背中だけにして。わかったよ。ノアも洗う。ノア、もうしょうがないな。じゃあ続きは後でね。ね、1、2、3、4。ノア上手だよ。ありがとうノア。もう綺麗になったから。それじゃ俺は先に出るね。どうなることかと思ったよ。あれ、イブどうしたんだろう。イブ、お風呂出たよ。あ、高一、本当はすごく不安だったんだ。表では元気そうにしていても、きっとラブもノアもそうだったと思う。イブ、いつもあんなに明るいけど、やっぱり不安な気持ちを隠して頑張っていたんだ。みんなが楽しく過ごせるようになったのは全部高一のおかげ。本当にありがとう。さっぱり。もう来ちゃった。それじゃあ続きは後でしようね。イブお姉ちゃんもずるい。ノアも高一の隣がいい。そうだよね、ごめんごめん。姉妹揃って大人をからかうなんて、まったく心臓が追いつかないよ。一番広い俺のベッドを三姉妹に使ってもらい、俺は来客用の布団で寝ることにした。はあ、なんだか今日はいろいろあって精神的に疲れた。ゆっくり寝てまた明日。あ、なんか気配を感じるけど。ちょっとラブ、何してるの。しー、高一、静かにしてよ。そうだよ高一、夜なんだから。イブまでなんでここにいるんだ。私だってさっきの続きしたかったんだもん。だって高一のこと好きなんだもん。変な気を起こさないようにと、あれだけ俺が気をつけていたのに。この二人は。それよりまだ思い出さないの、私たちのこと。え、実はこの二人、俺が昔よく遊んでいた親戚の姉妹だったらしい。就職で地元を離れるとき、寂しがる二人にまた戻ってくるからと約束していたのをすっかり忘れていた。そうか、ノアはその後生まれた子だったのか。うん、高一全然気づかないから悲しかったんだよ。約束忘れちゃうなんてひどい。ごめん。いいの、優しい高一なら私たちのこと拾ってくれるって信じてたから。もう忘れてたことは許せないけど、これからずっと一緒にいてくれるなら許してあげる。私たちあのことからずっと高一のこと好きなんだよ。幸せ者だね高一お兄ちゃん。ノアも大好きだもん。ノア。もうノアったら。まったく。俺は高一、晴れて今日から高校生になった。卒業までに彼女をゲットして DT も卒業したいところだけど、まあ俺陰キャだしな。おはよう高一、どうしたの、ふわそうな顔して。あはー、ねえ、みんな同じクラスなんてすごいよね。いやー、なんでもないよ、本当すごいよね。この美女二人は幼なじみのイブとラブ。昔から仲が良く、冴えない俺のことを兄のように慕ってくれている。届かないよ。ちょっと待ってて、僕が取ってくるよ。高一危ないよ。そうだよ、落ちたら怪我しちゃう。大丈夫、イブが大事にしてる帽子絶対に取ってあげるから。あとちょっ、うわー、高一大丈夫。ててほら、ちゃんと取れたよ。もう心配したんだから。無理しちゃダメだよ。ごめんね、でも二人の大事なものは僕も大事だから。高一大好き。私も高一大好き。こんなに美人で可愛い二人はすぐに学校中の人気者になった。イブちゃん最高だよな。ほんとそれな。でも俺はラブちゃん派だけど。一度でいいからデートしてくれないかな。お前じゃ無理だって。っていうか、あの噂知らないのか。
誰からの告白も断ってるらしいぜ。イブさん、俺と付き合ってください。ごめんなさい、好きな人がいるの。それってまさか幼馴染っていう高一ですか？ごめんね、あの人じゃないとダメなの。でもこのことは絶対に言っちゃダメだよ。くそ、あんな奴のどこがいいんだ。二人の人気はとどまることを知らず、いつしかファンクラブができていた。いいなあ、イブさんの手作りクッキー食べてみたいよな。あの、たくさん作ったので、もしよかったら皆さんで食べてください。マジですか？やった、ありがとうございます。なんて素敵なフォームなんだ。ラブさん素敵です。女神にしか見えない。いつも応援ありがとう。外暑いからみんなもちゃんと水分とってね。こんな俺らにまで気を使ってくれるなんて尊すぎる。じゃあ次は味付けをして味見をします。これとこれを入れて味はどうかな。ふうふう、うん、おいしいと思う。本当に？よかった。こいつも味見してみて。おう、暑いからフーフーしてあげるね。ふうふう、はい、あーん。おいしい。よかった。イブ、こいつにおいしいご飯を作ってあげたいからもっと頑張るね。ありがとう、楽しみにしてるね。なんだあの羨ましい展開は。高一、許すまじ。よく見ててね、フォームはこう、こういう綺麗なフォームが理想的かな。こう？うんうん、もっと腰を反らせて、目線はこっち。ちょっときついかも。じゃあこのままマットに倒れてみよう。せーの。なんか楽しいね。昔よく3人でかけっこしたの思い出すな。あの時は高一に勝てなかったけど。でもラブはあの時から走るのが好きだったよね。ラブの走ってる姿、昔から好きだったな。私も高一のこと昔から大好きだよ。あの野郎、ラブさんとイチャイチャと。俺たちの女神が。イブの料理も美味しかったし、ラブと高飛びもできて楽しかったよ。美味しかったけどさ、あんなに頑張ったのに。まあ高一ったら、そういうところが鈍感なんだよね。な、二人ともどうかした？うん、もっと頑張ろうと思っただけ。そうだね、もっと大胆に行かないと。高一、お弁当作ってきたから一緒に食べよう。ありがとうイブ、すごい、俺の好きなものばっかりだ。えへへ、朝から頑張ったもん。あ、可愛いお弁当だね。食べるのがもったいないよ。好きな人に食べてもらえたら幸せだもん。じゃあいただきます。うん、美味しい。高一が良ければ毎日でも作ってくるよ。それは嬉しいけど、さすがに悪いかな。ううん、お弁当でも朝ごはんでもお夕飯でも、この先の未来ずっと高一のご飯は私が作ってあげる。それは楽しみだな。ラブ、怪我したってメール見たけど大丈夫？高一、うん、ちょっとひねっただけだと思うんだけど、無理して歩くと悪化しちゃうからどうしようか困ってて。それなら俺がおんぶして家まで送るよ。ほら乗って。ありがとう高一、重くない？あ、大丈夫、全然重くないから。なんか昔もこんなことあったよね。変わらないね俺たち。そうだね、でも昔と変わったこともあるんだよ。例えば胸とか。そうかもね。でも俺にとってはいつまでも二人は妹みたいなものだから。もう本当に同感なんだから。でもそういうところも好きなのよね。頼まれた荷物ってどれのこと？レジャーシートがあるって言われたんだけど。邪魔な部は先生が呼んでたって職員室まで行ってもらってるから、これで邪魔者はいないわ。ラブ？これで二人きりだね。え、ラブ、どうしたの？うん、どうしたと思う？それより今から何すると思う？これでもわからないの？うわ、ちょ、ラブ、待って。待ちなさい、ラブ！イブ、なんでここに？どうやって鍵を開けたの？ふんふん、私の情報も舐めないでよね。それに、先生たちの弱みを知ってれば、鍵を入手するなんて簡単よ。さあ、こいち、こっちに来て。イブ、助かったよ。うん、もう大丈夫よ。こいちのことは私が守ってあげるから。絶対に離さないからね。え？
高一と私の邪魔をするやつはみんな排除するから。そう、今までみたいにね。これでやっと二人で幸せになれるね。ラブ、イーブの様子がおかしいんだ。排除とか意味のわからないこと言ってて、一体どうしちゃったんだ。おかしいのは高一の方だよ。どうして私から逃げてイブのところに行ったの。そっか、私よりイブの方が好きなんだ。それなら目を覚まさせてあげないとね。イブ、鍵閉めちゃっていいよ。はーい。私の方が一番高一のこと好きなんだよ。うん、私の方が高一のこと好きなんだよ。え、二人とも。ここまでしても分かってくれないなら、分かるまで体に教えてあげないとだね。そうだね。高一の髪の毛一本から足の指先まで私たちでいっぱいにしてあげないと。どっちがいいかちゃんと決めてね。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録とコメントをしてもらえると喜びます。